はい、皆様こんにちは。モーセ姫と申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。こちらの動画は私のサブチャンネル3つを合わせた4つの動画から同じ動画を流しております。さて、今日この動画を上げた理由、久々のお伊勢さん、大好きな下宮に行くことになりました。本当にね、コロナ禍なかなか行けなかったので、とても久しぶりです。そして神社とかお伊勢さんを好きな方、ご存知の方多いかもしれないんですけれども、個人のお願い事というのはお伊勢さんはこう受け付けていないというか、してはダメと言われております。しかし下宮のある神様だけは個人のお願い事をね、しっかりと聞いてくれるんです。私もお伊勢さんに行くときはそのね、下宮のそのね、神社だけはもう必ず行くというぐらい、とてもね、はい、大好きな下宮の中の神社があります。そして今日はそこに皆様のお願い事を伝えてくるよという告知になっております。どしどしとご応募ください。じゃあ今から参加方法をお知らせいたします。まず1つ目、今回ね、どのチャンネルでもいいんですけれども、モーセ姫のサブチャンネル3つを合わしたトータル4つのチャンネル、どこでもいいです。そのチャンネルの中でこのね、参加しますっていうこのね、コメントをまずください。参加しますというコメントをください。そして、Gmail かインスタでご応募受け付けさせていただきます。そして締め切りはですね、3月の23日、夜の19時、こちらが今回の受付の締め切りになっております。じゃあ今から書いていただきたい内容を、はい、説明いたします。まずですね、1番目に書いていただきたいのが、あなたのお名前もしくはニックネームを教えてください。お名前には振り仮名を打っといてくださいね。そして2つ目、あなたの住んでいる市や区までの住所を教えてください。神様にお伝えするときに必要となっております。そして3つ目なんですけれども、お願い事はシンプルにお一つ一文まででお願いいたします。たくさんの方がね、毎回参加してくれていますので、申し訳ありませんが、お願い事は一つ一文でお願いしたいと思っております。そしてこれからがですね、私の、アンケートのようなものになるんですけれども、こちらもご参加いただければ幸いです。まず4つ目、こちらクエスチョンになっています。モーセ姫にサブチャンネルが3つあるの知っていますか？こちらイエスかノーでお答えください。そして5つ目なんですけれども、もしモーセ姫がメンバーシップを作ったら入りたいですか？こちらも率直なご意見聞かせてください。そして6つ目、もしメンバーシップを作った時には希望するサービスがありましたらこちらも教えてください。そして最後になります。7つ目です。モーセ姫へのメッセージありましたらお聞かせください。大変お手数ですけれども、1番から3番までは神様へお伝えする内容、そして4つ目から7つ目までは私へのメッセージとかアンケートになるんですけれども、よかったらこちらもお答えいただければ幸いです。じゃあもう一度最後にこちらね、はい、じゃあね、もう一回言います。じゃあ参加するというコメントを、はい、どのチャンネルでもいいのでコメントをください。そして受付は Gmail かインスタの DM で送ってください。締め切りは3月の23日 PM の19時までとなっております。はい、じゃあね、こちらが今回私から伝えたい動画の内容となっております。じゃあ皆様からのご応募お待ちしております。たくさんのご応募お待ちしてます。またね、お伊勢さんにしっかりとお願いしてきますので、またその動画も参拝が終わりましたら上げさせていただきます。それではしばらくモーセ姫は旅に出ますので、はい、皆様いい一日そして1週間、これからね3月、どうぞ素敵な日々をお過ごしください。モーセ姫でした。